ちょっと足場章の練習をただいま行っております。前に行ってバーデン側です。はい、今ね、前にやってきましたのが男の子の足場でカンタ君と言います。よかったらそちらの方で見てもらって大丈夫ですよ。お写真とかも撮ってもらって大丈夫です。はい、でカンタ君の後に来てくれましたね。ちょっと体の小さな足場さんがカンタ君の息子でカナタ君と言います。カナタ君まだね、足場ショーデビューをしておりません。若い足場ですね。さあ逆にね、カンタ君はベテランのアシカさんです。ちょっとね、2頭の共演を目指してアシカショーの練習を行っています。はい、じゃあちょっとね、輪投げの練習からやっていきましょうか。じゃあ、小さい輪をカナタにお願いします。よかったら輪投げやってみたい方、大きい輪を持ってもらって。はい、じゃあ、カナタ君は学生さんがやってくれるんですが、よかったらカンタ君、お客様とね、遊んでいきますので、よかったらお客様こちらの方に来てもらっていいですか。カナタ君から先に輪をね、受け取っていきたいと思います。ではお願いします。はい、じゃあこんな感じで下から上に、はい、しっかり足肩に見せてあげて、片手で下から上に投げてあげてください。じゃあ続いてカンタ君受け取っていきましょう。じゃあ黄色い輪のお姉さんお願いします。片手で下から上に、せーの、よいしょ。頑張って受け取っていきますね。はい、カナタ君2本目をバッチリ受け取りました。じゃあ3本目いきましょう。じゃあお兄さん白お願いします。いきますよ、よいしょ。はい、ありがとうございます。はい、実はねカナタ君はもう足肩にずっと出てます。ベテランの足肩さんです。今日もね皆さん、さあではカナタ君、カナタ君、続いては輪くぐりジャンプを披露してみたいと思います。お兄さんから受け取っていきたいと思います。ではカナタ君にお願いします。
せーの、はい、やっぱりとっても上手です。ありがとうございます。続いては、実は金田くん先日アシカショーデビューしたばかりなんです。まだまだ未熟な点もありますが、一生懸命頑張りたいと思います。さあ、それでは綿着をして遊んでいく前に、金田くんとお姉さんとのお手本から皆さんにご覧いただきましょう。輪を持っている方、よく見ててくださいね。まず最初、金田くんに輪をよく見せてあげます。金田くんが輪に気づいたら、下から上にポンと、こんな感じで優しく投げてあげてください。たくさんありがとうございます。さあ、それではお父さんの金田くんにも登場してもらいましょう。最初に黄色の輪を持ったお姉さんとお友達、小さいからだ、せーの、大丈夫かな、お母さん一緒に投げてあげてくださいね。せーの、おっと、はい、では金田くんしっかりキャッチできました。お手上げてありがとうございます。はい、じゃあ続いては輪を持っている方いらっしゃいますか。はい、皆さんちょっと温かく見守ってあげてください。